はい、レックしました。これいるわ、待てよっか。はい、イエーイ。あ、そうだ、の NJ ののりさん町田なんだ。あ、町田じゃあ普通に来れるじゃないですかね、うん、今度湘南に遊びに来てください、ね、ということで、はい、何間に始まりました。こんにちは。なんとボル10ですよ。やっと10回目まで来ました。はい、ありがとうございます。何間にはですね、はい、ユーストリームスタジオ湘南から、はい、はい、やすげえ音鳴りました。すいません。これ、ユーストリームスタジオ湘南から、配信しております。はい、小田急線片瀬江ノ島駅から徒歩1分ぐらいのところにあります、はい、江ノ島ビュータワーの5階にあります、ね、もうくっちくなりましたね。さすがに10回目になると。おしゃれ工房 U にありますユーストリームスタジオ湘南からお届けします。はい、何まにです。イエーイ。で、何まにはですね、はい、趣旨お願いします。あの野田と藤沢ネットさんが、はい、始めた番組なんですけども、はい、毎回ユーストリームの話しか死ねんじゃねという話でございまして、はい、でゲストにですね、まあ、あのなんかマニアのことは一つぐらいあるでしょうと、うん、いうことで、過去にですね手帳マニア、うん、アニメマニア、うん、鉄道マニア、うんうん、その他いろいろ野田さん髪切ったありがとう、うん、みえちゃん、そうで、まあ、お呼びしてたんですけど最近ネタ切れでございましてですね、はい、まあ、あの最近ユーストリームのネタをちょっと最近やっておりますけども、うん、目標の12回まであと2回、まあ、一応ワンクール頑張ろう。秋です、ね、秋全然夏限定じゃないです。夏限定配信の予定だったんですけど、はい、なんとですね、もう秋冬になろうかというところでございます。浜脇さんこんばんは、ね、ありがとうございます。浜脇さんこんばんは、はい、今日はめいちゃんがゲストかな、うん、ということで、あ、そうだ、自己紹介じゃない、はい、じゃあまずじゃあ野田さんお願いします。ライブなんだっけ、メディアライブ、あ、ライブメディアクリエイターね。あ、ライブメディアクリエイターの野田武雄です。こんにちは。じゃあ順番的に僕行きましょうか。はい、はい、湘南ユーストリーマー藤沢ネットです。そしてはい、はい、今日突然遊びに来た、ユーストリームにちょっと詳しい普通の OL のメイです。面白い。はい、ちょっと遠いか。そうです、マイクロちょっと指向性が結構狭いんで、ね、口に向けてください。うん、はい、はい、で、まあ、毎回ですね何かテーマを決めてお送りしてるんですけど、うん、はい、最近あのユーストリームネタが多くなって、先週は、僕がですね、来週山口県のユーストリームサミットに出るのでそれのネタ、うん、探しということで、うん、実際にパワーポを作るというのをちょっとやったんですけど、うん、今日はですね、うん、あの僕今月10月1日からユーストリームプレミアムメンバー入ったんですよ。ほう、ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。プレミアム、まあ、ただ今月でやめようかと思ってた。で、そのうちに何ですって何がわかんない。しかもライブメディアなんとかクリエイターのくせに、プレミアム番長ごめんなさい。で、であの、まあ、その間にですね PPV をちょっと一回あの、PPV ペーパービューユーストリームのペーパービューで一、回遊ぼうかなって、うんうん、でペーパービューって意外にやってる人そんなまあね、うん、こう一般庶民が、うん、あのやってる人ってあんまいないと思うので、うん、今日はですね一般庶民ペーパービューを、はい、はい、やろうかなと思っております。で、設定一切合切僕まだ何もしてないので、うん、僕もどうなるか分かんないので、うん、ちょっとそのやり方をですね、うん、まあ、実際に操作しながら、今日はやろうかな。1時間ゆるゆると面白そうですね、はい、やろうかなと思っております。私も全く分からないので、ぜひ教えてほしいという感じですね。それがよく分かんないんだけど、はい、見学しに来ました、ね、コノミンさんが、皆さん Mac のおじさんでおしゃべりの素敵ですね、みんな Mac なんですね。そうですね、そう、Mac といえばね、ね、iPhone4S、 いや、その前に今週ちょっと悲しい、あれ、前に悲しいニュースがあったので、悲しいニュースか、はい、そっちか、そっちからいきましょう、はい、じゃあ悲しいニュースが今週ありまして、はい、何やったっけ、藤沢ネットさん、はい、我らがアップルの神、神でやりました、はい、スティーブ・ジョブス氏がですね、うん、命名されました。いいね、はい、ね、びっくりしたね。俺もね、俺なんで知ったんだっけ、
俺ニュースで見たの。うん、僕津田さんのつぶやきでした。私の津田さんのツイートだった、うん、俺ツイートじゃなくてテレビで知って、うん、えっと思って、うん、テレビ見てたんです、朝のニュース、うんうん、ちょっとねびっくりだったよね。そう、それでその iPhone 4S の話につながりますけど、うん、その 4S は実は4スティーブの S なんじゃねえかみたいな名前が噂されてますけど、あれ正直なとこ今も途切れ出てるんですよ。え、本当に途切れてる？途切れてる？途切れてるっていう人、あ、途切れてる人ちょっとあの手挙げてください。今これ途切れてる人の映像音声のください。途切れてる人いたらのしてね。うん、今 YMAX で私見てるけど大丈夫だよかな。うん。うんうん、で、野田さん 4S 買うんですか？あ、そうそう。で、昨日 iPhone4S の予約日でございましたけど、はい、めでたく予約いたしました。おお、あの地元のソフトバンクショップに、うん、あ、地元にいたんだけど、うん、ちょっと作業してたんですよ、うん、で、孫さんの緊急会見が始まりまして、うん、ユーストを見てて、うん、残りの残金があれを実質フリーにしますという話になって、うんうん、もうあれであれが決め手になって、なるほど、4時に予約に行ったら、うん、10人ぐらいならもういたんだよね。10分前に行ったんだけど、うん、で 10人もいないぐらいいて、で1人目が終わるのに20分ぐらいかかった。はあ、あの予約の端末がなんか全然進まなくないらしくて、うんうん、でなんかツイッター見てたらどこもかしこもなんかダメらしくて、あ、ツアバがダメしてたって言ってましたよね。そう、私も繋がらず予約できなかった、ね、でウェブもダメだよね、うんうん、やっぱショップ直接行くのがいいんですかね。そうそうそう、でなんか手書きの予約に切り替えてやったっていうお店もあるんだよね。あ、でも僕がもらった予約表はなんかプリンターでなんか出したやつだったんだけど、うんうん、それがちゃんとできてるのかよくわかんないけどね。え、それで予約したらもうその発売日にもらえるって感じなんですかね。うん、前回は店から電話あって、うん、あのいつ頃から入手できますよっていうのが来て、多分早い予約の人はその14日に手にできるんじゃないですかね、うんうん、でもやっぱりね、当日手に入るか分かりませんよとは言ってたよ、うん、一応説明では、ね、14日に手に入る権利がなければ徹夜して並んでもしょうがないんですよね、うんうん、あ、でもなんで表参道捨てたんですか、野田さん。ちょっと意地悪な質問しました。あ、あの、ね、あの山口行っちゃうというのもあって、あ、そうですよね、ちょっとね、体力的に厳しいですね。並ぶのはちょっと今回でき、僕多分できないので、じゃあそれは5にかければいいですよね。そうそう、でも確実な方でもうしようかなと思って、あの最悪翌週の月曜日ニュースとTODAYに間に合えばいいかなぐらいの感じで予約したんで、僕、うん、だから地元のソフトバンクショップで予約してしまいました。なるほど、うん、ということで皆さん 4S は、あの 4S 買ったっていう人は結構多いけど、うん、au 買ったっていう人そんな人いないよね。あ、そうですね、ちょっと au の人で iPhone 買ったっていう人もちょっと教えてもらいたいですね。もしいらっしゃったら、ね、予約してあった人、うん、そういえばツイッター見てても見ないですね、うん、俺ね1人か2人ぐらいしか見てない、うん、なんかもともと au ユーザーだった人が待ちに待ってたみたいな感じで、でね、あのこの前思ったんだけど、その au ってさ、一時期さ学生さんに対してすっげー割引ってしてさ、うん、結構 au 入った人多いと思うんだよ。うちの弟もそうなんだよ、学割ね、au 入った、うん、でその世代の人たちが多分なんか流れんじゃねえかなっていう気はするけど、うん、あ、のりさんは au に乗り換えだ。え、乗り換えるってすごいですね、うん、のりさんは確かソフトバンクですよね、うん、ブルマンさんだ、野田さんすっきりしません。あ、そうだ、言い忘れました、髪切りました、あ、山口に向けて。そうですね、1週間だいたい1週間経つとだいたいこらえがいい感じになるので、もう戦闘態勢というか準備万端ですね。そう資料を早く作らないと。どっちの色を予約したんですか。あ、そうっていう、ね、ホワイトです、僕、うん、64ギガのホワイト。はあ、64、うん、64にしたんだ。64にした。で多分あの今回ね、HD で撮れますよ的なことを言ってたので、うん、まあ、多分ムービーを撮る機会が増えるんじゃないかなと思って64にしちゃった、うん、あ、なるほどね、4K24P の出力できるって、なんかレッド、あの映画を撮るカメラ、うん、レッドと、うん、ほぼ同じ、ね、結構綺麗にムービーを撮れるらしい、ね、どんなカメラなのか見てみたいですね。あとはだってレンズもなんか変わってるんですもんね。あとは AR4i がどうなってるかだけだね、うん、という
感じでございますよ。あ、そうそう、スイッチの予約したよね。うーん、ね、というめいちゃんもソフトバンク、うん、はい、藤井さん、安さんはファイブマッチと見送り、見送り、ファイブマッチということで、うん、はい、そういう意味では僕徹夜やってる人たちの配信とかできるかもしれないですね。あ、そうね、そうね。だからもしハイパーさん並ぶんであれば僕付き合いますよ的な感じで。なんかツイートジョッキーもなんか行くかもしれないっていうことは言ってたけどね。本当ですか。あ、ラジェットの野口さんだ、こんにちは。あ、小籔さんだ、小籔さん、どうも。野田さん、山口へ。そう、山口へ来週ね、あの、山口県ユーストリームサミットっていうのがありまして、うん、後でご紹介しますけど、ブルマンさんも先にツイートしちゃっていいですよ、うん、講師で行ってまいります、うん、ということで、今日のお題はですね、うん、まあ、こんな感じでいい、いいかな、はい、ユーストリームプレミアムメンバーの、はい、機能の一つにあります、はい、ペイパービュー、はい、の、今日、実際にですね設定をして、うん、皆さんにお金を払っていただこうと、はい、クレカの用意を企画でございます。クレカの用意クレジットで、どうもちょっと分かんない、まだ全くやってないので分かんないですけど、うん、クレジットカードや持ってる人は決済できんじゃねえのという噂です。クレジットカードも、うん、確か種類が何種類か決まってるんですけど、うん、大抵のクレジットカードはいける感じですかね。そうかそうか、うん、じゃあ皆様、うん、そろそろクレジットカードのご用意をしといて、ね、うん、いて、ね、急にビューアーが半分ぐらいだったんですけど、ね、この番組は PPV にならない、うん、そう、この番組は PPV にしません。野田ちゃんでやります。僕の、個人の、チャンネルで、PPV をやりますので、うん、見なくてもいいです。PPV はお金払わなくてもいいですけど、はい、個人のちょっとチャンネル、そうそう、野田ちゃんのチャンネルをですね、じゃあそろそろ、じゃあ、ちょっと、はい、どうぞ、うん、最後のつぶやきやって、この URL をつぶやいて、ペイパルですか、ペイパルも決済できるのか、ちょっとね、決済どうなってるのかも実はよくわからないんですよ、はい、僕らもよくわからない、お高いんでしょう、ガクガクブルブル、お高いんでしょちょっと待って、いくらおいくら万円にしましょうか、価格設定は100円から1万円まで、上限いくつ、1万円まで、1万円まで、そうです。じゃあ今つぶやきました、はい、じゃあ、始めましょうか、はい、じゃあですね、まあ準備が整ったら教えてください。まず私今月から先ほども言いましたようにプレミアムメンバーに入りました、はい、でプレミアムメンバーに入るともう見せます、ちょっと待ってね、はい、あそこから見せた方がいいんじゃないですかね、そのボタンを押すところから、あそうか、あこんな UI 見たことない、こういう感じになります、はい、じゃあ切り替えていただきましょうか、はい、終わりました、よいしょ、はい、これ左側に寄せた方がいいんだね、うんうんうん、でプレミアムメンバーサービスの登録内容ということで、うんうん、まあ、おさらいをするとですね、うんうん、まあ、アドフリー視聴ができますよと、うん、ごくりとそれから、ペーパービュー、プレミアムメンバーでかつコミュニティ参加者が一定数以上いるとペーパービュー有料配信をすることができます。これは、はい、一定数以上というのは、100という、うん、100人いればいいとですよね、はい、それから、ライブアラートがメールで飛んできます、うん、登録している、お気に入り、お気に入り、お気に入りなんだっけ、コミュニティ登録か、コミュニティ登録をしている、うん、チャンネルでかつ選択したところは、うん、メールで通知がやってくると、うん、あとは拡張バナー、拡張バナーはこの何マニのこのね、チャンネルのこの下あたりにもありますけど、うん、ツイッターやフェイスブックページの、リンクを貼ることができます、うん、あとは、ウェブページとかね、なるほど、あとは、プレミアムマーク、まあ、ソーシャルストリームご覧の方は、うん、ご覧になれば分かるかと思いますけど、うん、太文字でめいちゃんのように、ね、うん、太字で、コメントが表示されると。なるほど。で、プレミアムメンバーの話って何マニで何かやったっけ、昔やってないかな、やってないですね、やってないか、うん、じゃあ詳しくはユーストツデーなどをご覧ください。あとはユーナマとかね、うん、で、その中の一つの機能、今日はペーパービュー、うん、これ、うん、これを、やろうかなと思っております。で、プレミアムメンバーになった時、ですね、設定がちょっと一つあってですね、ペイパルを設定しなきゃいけないんですよ。で、ペイパルの連携はごめんなさい、もうすでに実は私やっちゃいまして、うん、どんな感じになるとなるかというと、これ拡大、これさっきのダッシュボードの画面なんですよ、うん、で、こっからですね、左下に拡大、よいしょ、これ移動、移動、移動、よ、これ、これ、これ、
左下にペーパービューイベント、ペーパービューイベントの作成予定っていうのこういうバナーが、ボタンが出てくるんですよ。なるほど。でこれを押すとどうなるかっていうと、はい、次の JPEG、うん、そんなのも用意してらっしゃると。そうこれね一応キャプリました、ペーパルアカウントが設定です、うん、必要ですっていう。あなるほど。これは入金するためのペーパルアカウントってことですよね。そうそうそう、お金を払ってくれた人がの分を受ける。そうですよね、うん、受け皿という受け皿、はい、で、ペイパービューイベントの作成予定を作成するにはペイパルアカウントの設定をする必要があります。 OK って押します、うんうん、でそうすると、その次の試合よいしょ、配信条件書が出てきます。ほう、なんか、まあ、規約を読めと、うん、まあ、ね、まあね、まあ、とりあえず読んどけと、うん、いやちゃんとよちゃんとあちゃんと読んでください。ちゃんと読んでいただいた上で同意ボタンを押します。はい、そうで、で次でそうすると、こういうよいしょ、こういうふうに、ペーパルアカウント接続っていう画面に、うん、ちょっとこれあの JPEG なんで、うんうん、ちょっと文字がギザギザしてんだけど、うんうん、こんな感じでこのペーパルボタンを押すと、うんうん、ペーパルの、認証ページに行って、うん、E メールアドレスとパスワード、うん、ペーパル登録した時に E メールアドレスを登録してると思うんですけど、うん、その E メールアドレスと、パスワードを入れますと、うん、でそれの連携が終わると、うん、最後はこれか、こんな感じで、まあ、あの僕のメールアドレスダダ漏れですけど、うん、こんな感じで、接続が完了すると、うん、こんな感じで、うん、ペーパルアカウント、こちらのアカウントで接続中ですっていう風になります、でそのなった結果の、ページがどこかというと、うん、ダッシュボードの、うん、ユーザー情報設定のところにですね、うん、このペイパルって出てくるんですよ。これ今まで普通の人は多分ユーザー情報設定の下に外部サイト設定っていうリンクしか多分ないと思うけど、やべ今ダッシュボード俺変なの出てないよね。大丈夫、ね、メールアドレスメールアドレスでこれペイパルをポチッと押すと、うん、これがさっきの、こちらのアカウントで接続中です、ね、でここまでやりました。はい、はい、ここから先は、全くやってないので、未知の世界、未知の世界でございます。さあ皆さん未知の世界入りますよ。で、もう一回多分ねこのね、うん、ペーパービューイベントの作成で、うんうん、ポチッと押すと、うん、チャンネルを選べって出てくるので、うん、はい、これ今チャンネル1個しか、あテストの動画があるのか、テストの動画がありますが、うん、チャンネル選びます、うん、で、でいける、これそう OK ポチ、うん、そっか、よっ、あごめん、よいしょ、うん、でこれを押すと、うん、よいしょ、これ拡大しちゃってから、うんうん、あなんと、何何何何が起こってるの、何ということでしょう、うん、ちょっと拡大してるとなんか、うん、これもう一回いこう、こっち、うん、チャンネル選びます、うん、選んだ、そうするとこれ、うん、これこれが出てくるんです。でこれなんかあのほらユーストの配信をするときにイベントを設定しますけど、うん、あれと似たような感じの、あーなるほど、感じで似てますね、出てきます、うん、じゃあタイトル、タイトルどうしましょうかね。メイちゃん、あそうだ、うん、何メイちゃんなんで、湘南のメイちゃんじゃあメイちゃんガンミ、メイちゃんガンミ、素晴らしい、すごい、なんだそれ、すごいそれ、みんなの、みんなのメイちゃん、みんなのメイちゃんがガンミ見放題できます、見放題、今31人の方が視聴していただいてるんですけどそのうち何人の方がガンミしていただけるか、どのぐらいガンミしますか時間はこれ今日の19時何分するの、これ25分ぐらいすればいいのかな、うん、そんな細かい設定もできちゃうんですね、うん、まあこれはこれでこれでいいかな、で、うん、で、うん、ちょっとこれ文字が見えるかわかんないけど、うん、
イベント配信時間、これはまあ、まあ、これ30分ぐらいしといて、チケット代です、問題はここ。あー、おー、来たー。で、例えば例えば、これ10円とかってやって、違うとこ行こうとすると、100から1万の値を入れてくださ い, っていう。10円じゃできないんだ。はい、なんでお値段は100円から1万円の間を設定しますということで、今回は100円、そうすると、ここのね、下にちょっと見にくいんですけど、配信者が受け取る金額はチケット1万円あたり50円ですというふうに出ます。なので、まあ、基本的に折半ですよということで、これを保存1。お、イベントの共有、あ、これつぶやけるんだ、これつぶやけんだ、じゃあつぶやいちゃいましょう、これつぶやいちゃう、うん、こっちってやると、こういう風にペーパービューイベント、おお、こういう風になんだ、すげえすげえ、おー、できました。ペーパービューイベント、本当だ、これ見えんのかな、よいしょ、ね、めいちゃんガミチャンネル、100円です。みんなめいちゃんガミ、はい、はい、で、チケットの販売は開始、現在この視聴者はこのイベントのチケットを購入できます、だって、もうチャンネルの方が、多分野田ちゃんの方がもう、あ、じゃあ野田ちゃんを、野田ちゃんをみんなで開いてみましょう、はい、で開いてる人はリロードをしてみてください、そうそう、あ、もしもうすでに開いてた人は、野田ちゃん、出ました、ああ、なるほど、うん、こういう風になんだ、出ましたね、めいちゃんがみ、はい、めいちゃんがみもうちょいアップか、これでどうかな、もっとアップしないとダメか、あ、でもそれぐらいで大丈夫ですね、うん、はあ、あのプレイヤー自体大きくならないから、ちょっと字は大きくならないけど、めいちゃんがみチャンネル、みんなのめいちゃんがガミできますっていう、あ、説明が出るんだ、うん、あ、それでチケットを購入っていうボタンが出てくるわけですね、チケットを購入、これ俺、あ、そっか、俺はユースターアカウントで入っちゃったから、違うブラウザーで開かないとダメか、こっちで見てもまだ点滅できてないんで、もしかしたらなんかまた設定ができてないのかもしれない、ちょっと待って、ちょっと待ってタイムライン僕全然見えてないんで、あ、タイムライン、なんかチケット購入バナー的なものが買えるな、あ、うん、お疲れ様です、中尾さん来た、あ、チケット購入、あ、じゃあちょっと俺の画面を、あ、はい、あ、来ました、はい、チケット購入画面出ます、あ、来ましたね、で、これで、チケット購入、あ、そっか、そうするとユースターアカウントがいいのか、この時いらねえのかな、んチケットを購入する時って、ユースターアカウントいるのかな、いらねえのかな、いや、カードの名義にいらないだけでいけるかもしれない、ちょっと待って、ちょっと途中、あ、これ、あれか、あ、どうも、あ、中尾さんだ、あ、どうも、こんにちは、こんにちは、あ、ご家族で、奥さんですよね、初めて奥さんにも、おー、あー、こんにちは、こんにちは、中尾さんがいらっしゃった、ありがとうございます、拡大、うん、こんな感じでチャンネルに行って、チケットを購入ボタンを押すと、こんにちは、購入ボタンを押すと、こんな感じでこういうカード名義を入れて、カードの種類を入れて、カード番号を入れて、セキュリティコードを入れると、で、価格は100円、はい、そっか、俺財布ちょっと決済しよう、私もちょっとクレジットカード持ってくるわ、ちょっと待ってて自分の番組を自分で買おうとしてます、あ、そういう、それで言ったら自分の番組を自分で買う、じゃあその間に今このよいしょ、カード番号とか出ちゃって大丈夫ですか、カードその番号はあのセキュリティコードはバレるとまずいので、あ、1回、じゃあ、まあこの画面から1回戻しますか、まあ、ここまで とりあえずここまで行きますよ、はい、でちょっとメイン画面にしましょうか、そうそう、はい、どうぞ、うん、じゃあ今ちょっと入力してください、うん、いいよ、今カメラに映れるよ、うん、今映っていいよ、ね、おいでおいで、そこおいで、そこ実際に今カード番号かわいい、すごいテレ顔、そのカメラ、そのカメラ、下ケーブル気をつけて、今この状態かわいい、いいよ、今俺全世界に配信されたからね、
じゃあ、今画面に映っておりますが、はい、あ、映っておりませんが、正しいカード番号を入力してください。4、あれ4号ですね。あ、間違えました。まだ出られるよ。世界中に出られるよ、今。そのカメラが。購入。行きました。購入、あ、ちょっと待ってね。購入ボタンを押します。そのセキュリティコードが出てるのまずいから。うん、そうそう、これは出てる、うん。これだって僕だって変えちゃうから、これを入力しちゃうと。うん、で？あ、で、ここが先はいいのか。ここで。あ、じゃあ行きますよ。あ、じゃあ。あ、うん、購入した。はい、クレジットカード番号今入力し終わりました。でただユーザー、なんだこれ、サインアップ、これ何、ユーザーアカウントがいるってことか結局、うん、あ、いります。なるほど、はい、じゃあじゃあすでにアカウントをお持ちの方はこちらにしようか。子供出てきたって書いてある。子供出てきた全世界に配信ですキリとか、じゃあ、今回はですね何にしようか。何マネー。自分の番組を自分で買っても半分しか戻ってこない。何マネーで見ればいいのかな。どのユーストアカウントでログインしようか。ユーストトゥデイで買えるか。じゃあ、うん、ごめんなさい。ユーストトゥデイで、うん、これパスワード出ないよね。あ、そうか。他人のアカウントで見ないじゃない。そうそう、他人のアカウントで見ないだ、ね、うん、でチケットを購入。チケットを、そうですね、あ、そこが拡大できたら、あ、うん、あ、いいよ、もう、大丈夫ですか。です、はい、チケットを買いました、うん、あ、違う、カード番号を入れてチケットを買います。その後、うん、ニューストリームアカウントでログインをします。はい、でその後、はい、でそうするとあれ、ちょっと待って待って、見る前に、うん、何個かはあれじゃ、さっき話した無料で、ああそうね、そうね、うん、多分それもあると、それで入ったわけ、うん、それ後でそれ入る、うんうん、で、私は利用規約およびプライバシーポリシーに同意します、うん、これ OK どうやって押すんだ、うん、OK 押せない、バグ、下まで行くと出てくる、ない、うん、でも拡大してるから、ああ拡大してるからか。早速これめいちゃん持って帰れる。ああ、なんと拡大してるとできなくなっちゃ う, う、え、これどうなっちゃうんだろう。え、なにこれ、タブじゃ映れない。 OK ボタン押したい。これ拡大したまんまダイアログ出てきちゃうと、これ ね、そう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 、戻れない、戻れねえんだ。え、じゃあこの購入したさっき の, あのお金どこ行っちゃうんだろう。多分決済はもうしてるから、ちょっともう一回、これ今でもいい例になりましたね、うん、拡大しながらやっちゃいけません。拡大しちゃダメだってことが分かりました。ちょっと待って、これユーストトゥデイで入って、うん、でも購入したことになるのかな。多分もう購入したことにはなってないのか、まだ。あ、チケットを購入って出た。じゃあもう一回ちょっと購入して、チケットを、今これって今ユーストトゥデイアカウントで入ってる。ユーストトゥデイアカウントで、うん、決済をしようかな、うん。あ、同じ画面が出てきた。同じ画面は出てきたけど、今って標準サイズ、これ今標準、じゃあこれ買えないんじゃないですか。これサファリ、今これ今サファリ、ちょっと待って、あれ私もエラー出ちゃった。ちょっとでも変えたよって、うん、あれ誰か、アスフェイクさんが変えた、変えた方手挙げてください。あー違う、こっちの俺のチャンネル、あ、いかんいかん、ちょっと待った、チャンネル、無料プレビューから有料移行とかできんのかなっていう。ごめん、こっちのチャンネルちょっと、そう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 、ハッシュタグ設定しとかないと。メイちゃんのチャンネル。いやいや、それそのカメラ。あ、今作っただけ。放送事故がとか言って。そしてあの、うん、隠れキャラということで。そう。で、もし中尾さんが見たければお金出さなきゃ見れないっていう、こっち画面には出ないんで、うん、向こう画面にしか、そう、しかも、中尾さんの奥さんまで見たければ100円払えるみたいな。値段の設定はこっちで、そうそう、今野田さんが100円、無料招待者的なものはあるんですか。一応ある、一応あります、はい、その話はちょっと後でします、うん、で100円で複数人で勝負するか、もう1万円一発勝負で誰か一人買ってくれないかみたいなこともできる。ちょっと今ブラウザーを再起動してもう一回、半分です、はい。でまあその銀行というかこの金融の手続きとかかなり費用かかってるんです。父親は郵送側が見てくれてるっていうことですね。あ、もう一回来た、ちょっとごめん、一回もう一回切り替えてくれる。あ、はいはい、
はい、はい、もう一回カード番号入れます。それは二重支払いとかにならないんですか。わかんない。あ、でもペイパルじゃない。ペイパルでなく普通のクレジットカードで大丈夫です。はい、私も入れない。今なら映るよ。うん、チャンスチャンス。中尾カメラマンさんかな。そうです。中尾カメラマンさんを見たければ100円払ってください。ただいまめいちゃんのあれが100円で見れます。あれさあ何が見れてるでしょうっていう。あ、購入完了しました。あなた、あ、本当だ。え、ちょっと切り替えてみて。はい、うん、え、何があっていきなり、今カード番号を入れたらあ、そのまま購入買える。あ、うん、じゃあさっきのあのあれはもう OK になったってことになってるんですかね、うん、一応チケット購入完了しましたっていう感じで、今これちょっと見えづらいですけど、はい、で閉じる、はい、閉じる。最年少ゲスト頑張り中。来た、はい、もうチケット購入になって、はい、どうやって見れるのかやってください。よいしょ。私エラーで全然入らないですよ。なんでだろう。こんな感じで、チケット購入ボタン、てか野田さん今配信してる？今配信してない、まだ。最近配信しないと100円払ってる人たち見えないですよ、めいちゃん、配信、うん、あれめいちゃんの番組配信してるんですか今。まだだよ。だからこれは配信前に、配信前にそうチケットを購入しましたよという形ね。今じゃあみんなチケットを買ってる状態です、ね、そうみんなチケットを買ってる状態、はい、で今どれだけ売れたとかいうの確認することできるんですかね。確認できるのかな。どのぐらい売れたかを確認できるかどうかをちょっと見てみよう、うん、ダッシュボード。なんで Chrome じゃないんですか、ちなみに。ん、ああ、あのユーストアカウントほら、あ、別々だから。そう分けてんだ。なるほどね。これペーパービュー開始、やっぱ開始、あ、今なってるでしょ。ペーパービュー開始、うん、これ何、このペーパービュー開始ボタンってこれ何なんだ。あ、これ3件販売出てる。あ、これか。あ、本当だ。3人買ってます。あ、ありがとうございます。すげえ、みんないい人だな。みんないい人だ、本当に。かわいい丸コメって書いてある。このああ危ない危ない危ない、危ない危ない危ない、なんか右上のここの、はい、あ、ここっつっても分かんない、はい、ここ押すと、はい、チケット今ね、チケットの無料コード出た。あ、でも今もう買ってくれてるから無料コード出すのはちょっと公平性に欠けますね。そうそう、無料コードはここから見れるらしいです。なるほど、あ、これをクリックすると無料コードが出てくるんだ。そうそう、ちょっと画面切り替えてみてください。はい、ちょっと見てからの方がいいですね。はい、こういうふうに、テスト用チケットの管理っていうのでできて、今コードの一覧が、なるほどね、ちっちゃい画面で見せればいいんじゃないですか。ね、ちっちゃければ見えないんじゃないですか。まあいいよ。はい、うん、無料コードはですね、今何件ぐらいあったんだろう。10件ぐらい。10件ぐらいあります。シワが分かんない程度、はい、あ、じゃあ画面戻していただいて。はい。はい。はい、で、今ただいま3件販売されました。で、無料プレビュー、うん、チケットの販売開始で、無料プレビュー、うん、配信開始停止って、これ何、あの配信ん、チケットコードを持っているユーザー、チケット購入者およびチケットコードを持っている、あー、なるほど。じゃあ無料プレビューを有効としたい場合は、うん、配信開始か。そうですね、うん、あ、例えば浜崎あゆみも2人目ぐらい、うん、あ、2曲目ぐらいまでは無料で見れたじゃないですか、うん、多分この設定したんじゃないですか、うん、なんかさ、そこで設定するんだ。そこで設定するのかね、これ違うんじゃないか。いや、でも多分配信、でも他にね、配信する場所、あ、他に設定する場所ないから、これ多分この無料プレビューっていうのは、この無料のコードを持った人と購入者が見れるようにするのが配信開始なんじゃないか、これ、あの、すいません、あの中の人、日本語もうちょっとなんとか分かりやすくてどっちだか分かんないお願いします、お願いします。なんか俺否定を否定しちゃってる感じですよね、うん、これ、うん、これ、ね、これちょっと意味分かんないですね。今何を迷ってるかっていうと、はい、これね、そう、ちょっと拡大してください、うん、これね、うん、無料プレビュー、うん、これが停止というのは今どういう状態かが分からないという、うん、これこの配信停止だと、この無料プレビューのコードを入れても無効ってこと、う
じゃねえかなっていうふうに俺は取ったっていうか、そのチケット買ってない人も見れるのが開始なんじゃないかなっていう。ちょっとさ、はい、画面切り替えてもらって、はい、このコードをフリーザーネットさんにちょっと今メモってもらって、はいはい、ちょっとはい、わかりました。じゃあちょっと、あ、じゃあこれで、あ、じゃあ待って、あ、写真撮れんの。そう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 、はい、フリーザーネットさん、じゃあごめん、ちょっと、一旦画面を、はい、俺の画面を切っていただいて、私もエラーで入れないんでお願いします。あ、じゃあめいちゃんもこれで、じゃあ、うん、めいちゃんは僕のあれで見せればいいんじゃないの。あ、そうだね、めいちゃんそれユースト、めいちゃん無料コードで、そうそう、ユースト起動さし立ち上げて、フリーザーネットさんごめん、画面を、ああ、はい、切り替えてくれる、今からちょっと無料コードをコピーります、はい、こっちこれです。じゃあめいちゃんもこれで、うん、はい、よし、じゃあ 1行目僕もらうんで、ちょっと待ってね、はい、いいよ、戻しちゃっていい、はい、で、まあこんな感じで出ますと、うん、あとは UI 英語にしてみれば分かりやすいかも。あ、なるほど、逆に英語にした方が分かりやすいかも、英語で読んだ方が分かるんじゃないかと、うん、その可能性はね、よくあるね、うん、そんな感じでございます。めいちゃんガンミ、無料コードを作りました。でも配信しないと、で、そうそう、配信しないと多分無料は分かんないと思うので、うんうん、じゃあこれで配信します、うん、もうセッティング終わってるので、はい、大丈夫ですか。あ、終わりました。あ、すいません、中尾さんごめんなさいね。なんだよ、全然、あー、ありがとうございます。血をいただ。じゃあそのカメラに向かって何か、中尾さん、はい、手振ってもらってよろしいですか。お疲れ様でした。中尾さん帰ります。どうもありがとうございました。また。あ、すいません、なんか対応できなくて、ま、今度ゆっくり。また。ゆっくり遊びましょう、また。ありがとうございます。見えてるよ、お金払ってない。僕お金払ってないけど見えてるよ。これどうすればいいの。それが無料プレビュー中なんですよね。うん。もしかして、いや、これすげえ、もう21人見てるよ。え、あ、これあれか、あれだから、ね、20人もいるとか言って、ちょっと待って、購入ありがとうございます、番組開始までお待ちください。フルスクリーンで見る。これ何、どういうこと。7時25分、あ、見えなくなった、うん、時間の問題。これはただ単に暗くなっただけだと思うよ、それ。あ、配信止めたの。あ、こっちが、こっち見えてるよ、うん、うん、お金払った方が見えてる。いや、お金、あ、めいちゃんお金払った。払ってないまだ、うん、チケット購入の画面だね、うん、これいまいちよくわかんねえな、うん、販売開始無料プレビュー、え、今番組はまだ開始して、あ、見えて、うん、見えてる。チケットを購入していないユーザーも視聴できる無料プレビューを配信するが配信開始、うん、え、でも俺今配信停止にしちゃったよ。あれ、ちょっとこっちは止めますね、今こっちで。ちょっと画面、あの、あそこ今にさん、僕の、はい、はい、すみません、はい、これこれね、あ、あ、いいです、僕のプレゼンターを。フル HD 配信希望。フル HD だったら100円じゃ済まないから、ね、100円じゃ済まない。シワもひどいんでね、ちょっとね、はい、しかもこれ 350K をよく100円で売る気になるなっていう、はい、これ…え、何マニの方がめいちゃん外そうか。いやいやいや、無料プレビューを配信開始にすると、はい、するとチケットを購入していないユーザーも視聴できる無料プレビューを配信する。ああ、やっぱりそうなんですね。明日に、だからやっぱり配信停止が正しいんだよね。配信停止に、あ、でもまだペーパービュー開始してないからじゃないですか。あ、この開始ボタンを押すと、はい、あ、そういうことね。うん、それで切り替えるとってなるんじゃないですか。じゃあペーパービュー開始してください。じゃあ、そろそろ、あ、なるほど、じゃああらかじめ配信、うん、だから浜崎あゆみの2曲歌ったら、うん、有料つのはこっちだ、このペーパービューの開始ボ、なおかつこの開始ボタンだ、うん、でなおかつ配信、うん、これね、うん、払ってないけど今は見える、3分だけ無料で見えるのはホテルの有料チャンネルの仕組みかもよ。じゃあペーパービュー開始ボタンを押します。しかもこっちはこっちにしておいた方がいいんじゃないですか、うん、これ、まあ、ひとまずこれね、無料プレビュー、このね、配信停止は、うん、
チケット購入者とチケットコードを持ってる人のみ視聴できる。なるほど。で、こっちを開始すると、買ってない人も見れちゃうよ。買ってない人も見れる。なるほど。じゃあそこから入って、最番組途中で停止してみたらいいんじゃないですか、浜崎はあゆみと同じバージョンでじゃあ行きますよみたいな感じで。じゃあこれでペーパービューの開始ボタンを押してみます。はい、お願いします。よいしょ。ドキドキの瞬間。はい。はい、はい、これで3名しか見れなくなるはず。はい、ユストラさん。あ、落ちた。あ、なった。落ちた。あ、本当だ。プレビューになった。うん、あ、パー、あ、ペーパービューになった。ああ。で、ちなみにこっちにしてもらっていいですか。これ押すと変わるの？あ、見える見える見える。しかもすごいね。レスポンス早い。もう急に見れるようになった。急に見れるようになった。あ、なるほど、そういうこと。これでチケットを、今何をしたかというと、無料プレビューを配信開始に選んだら、あ、僕配信してるからあれか、あんまり見れないけど。見えるようになった。うん、で、これで配信停止。あ、すごい早い。すごい早い。やっぱお金かかってるから動き早い。すごい。あ、だってこれでチケットのボタンポチって押した瞬間に、そうそう、押した瞬間に反映されるの。でこれでチケット販売、例えば停止すると、ああなくなった。あ、いなくなった。本当だ。チケットを使うだけのボタン。あ、チケットを使うボタンになったんだ。しかも押した瞬間になった。これあれか、この変わった瞬間が分かんねえな。プレイヤーの。でもまあ見てる人は見てるからね。え、これすごいですね。一人で即時反映です。これ即時反映できんだ、こいつ。すごいな。へえ。これどうやってみんなに知らせればいいのかな。うん。うん。ちょっと待って。だって。ねえ。なるほど、うん、あ、今コメント読んでた。なるほど、今コードがなくても今見れる状態にしてあります。ちょっと待って、ひさねさん、それあれできるといいね。これをこういう感じにして、じゃあちょっとこう、そっか、それ難しいね。それでこうすればいいのかな。でやってください。あ、でも野田さんとのリンクが分かんないですよね。うん、そうなんだよ。うん、これ実際の画面はどうやって見せたらいいだろうか。あ、しまった。私 Mac の電源切れそう。ちょっとなんか、あの、このプレイヤーが切り替わるこの瞬間をちょっとお見せできないかと思ってます。今できるんでやってみてください。しかも今めいちゃんいないし。あれ、あ、いいっす、いいっす。何間に、あ、ごめんごめん、はい、しまって、これで、そうそうそう、じゃあやって、あ、そう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 、あ、なるほど。で、これで、はい、配信停止ボタンを押します。はい、ペーパービューイベントの無料プレビューを今切ると、これで、はい、チケットを買ってない人が、はい、見れなくなります。はい、で今度チケットを使うっていうのを無効にしてみて、で今度チケット販売を停止にすると、ちょっと分かりにくいですが、プレイヤー右下の購入ボタンが消えて、チケットを使うというボタンだけになります。はい、でまたこれチケットの販売開始にすると今度はチケット購入ボタンが戻ってくる。で、無料プレビューの配信開始ボタンを押すと、そうですね、あ、じゃあコードを買っていなくても見れると。なるほど、なるほど、なるほど、コンテンツ不在って面白い。めいちゃんいなくなって100円取ってんのに。ということで、じゃあ、ただいまから、はい、みんなお金払ってください。はい、もうお金払わないと見れません。お金払わないと見れません。はい、よいしょ。ということで、これ何件売れましたでしょうか。3件。4件になった。お、すごい。お、すごい。僕以外に3人の方が買っていただいて。ありがとうございます。そんなわけで、すみません、中尾さんにもらいました。あ、中尾さんにもらった。野田さんは200円ゲットってことですね。そういうことだ。あ、でチケットもこういう、ありがとうございます、番組をご覧ください。あ、こういう風になるんだね。あ、ごめんなさい、ハッシュタグを今何間にと合わせてあるので、ごめんなさい、見てる方、野田ちゃんの方を見てる方は、何が起きたかと、ブラウザーをリロードしていただけると多分ハッシュタグが何間になるはず。テスト、これでどうなった？リロード？うん、
あ、何間になった、なってる、うん、俺のチャンネルの方も、うん、今何間に、あ、河合さんが、うん、河合さんが RT してた、ペーパービューで配信します、ぜひご覧くださいだってって言って、河合さん見てんのかな、じゃあちょっとこれ何間にで、うん、もうこれって今チケット買った人じゃないと見れない状態になったってことですね、うん、そうです、うん、今から買うことできますよ、はい、ベイちゃん、ガンミ、ガンミ、チャンネル、ガンミ、有料配信だと画面内の広告がなくなりますね、だってこちら、へえ、広告もなくなるんだ、広告も出ないの、本当？それはプレミアムに入ってる人だからじゃないの？そう、うん、いやでもこの人プレミアム入ってないですよ、いやもしかして配信中、ラチェット野口さん、うん、うん、ラチェット野口さんプレミアム会員ですか、会員ですか、うん、そしたらだってペーパービューにすれば、うん、アドフリー買わなくてよくなっちゃうってことになりますよね、あでもこっちはでも、うん、だってあでも画面内のあれだ、え、え、あ、そうか、私も、そうか、今、俺も今、俺も今プレミ、俺今、プレミアムメンバーだから、こっちの、サファリか。こっちで見ればいいの方で見ればいいのか。多分、そんなことはないと思うんですよね。広告出ると思うんですよね。で、今ちょっと、あれです、野田さん画面出てるんで気をつけてくださいね。あの、フリーコードとか打ち込まないでください。はいはい、大丈夫、うん。で、めいちゃんに、フリー、めいちゃんまだ決済してないよね。うん、で、めいちゃんにさっきのフリーコードを入れてみてもらって、でめいちゃんデスクトッププレゼンター起動してくれたら、うん、あでも同じネットワークにいないからダメか、そうそうそう、なんでめいちゃんもプレミアム、じゃあめいちゃんに今フリーコードを渡してあるので、あの見えたっていうリアクションだけしてもらうことにします、はい、はい、ということで、よいしょ、で配信者、僕は、うん、プレミアムメン、あ、違う違う、PPV のイベントを設定した本人は見える、うん、なるほど、ユースターアカウント、あの、うん、僕のユースターアカウントで、うん、チャンネル作ったものは自分でもこれ自分でも見ることができる、これビューアーが見れないのはデフォルトなんですか、あ、あれ俺今これどうしたっけ、さっきまで見えてましたよね、二重に見てるとか、これ有料になった途端に PPV になるとあれなのかな、見れなくなっちゃうのかな、人数出ないのかな、本当だ、そういえば人数出てないね、いつもペーパービューどれぐらい見てんのって見たいけど、いつも見れないですよね、ちょっとこれ、あ、これ設定で変えることもできないのかな、もうデフォルトで、デフォルトなんですかね、これは見れないんですかね、人数を表示しないっていう設定にはしてないと思うんだけど、うん、いつも見えてますよね、うん、野田ちゃんは、番組設定のどこで設定するんだっけ、あれ、うん、あの人数を表示するしないの設定、詳細設定、詳細設定だっけ、うん、あ、人数を表示するにチェックして入ってる、あすごいね、 PPV になるとビューは見れなくなっちゃうんだ、見えなくなっちゃうのかな、うん、仕様っぽいなこれは、という感じでございます、なかなか女性の顔こんな長時間見る機会ってなかなかないですよね、で、今あのあれペーパービューのチャンネルは、めいちゃんのワンショットだけになっておりますので、はい、めいちゃんのワンショットをご覧になりたい方は100円払ってください、うん、でも僕チケット買ってないけど今見えてる、見れてますよ、あそうだどんだけぬるいしまったオフにするの忘れてた、ごめんごめん、これペーパービューになって見れなくなった瞬間に違う顔に変わるかもしれない、うん、あじゃあ意地悪で変えてやるペーパービューイベントを載せてどこ行ったんだと今のその様子全部流れてるんで気をつけてくださいね、あの何バリ側ではあれこれ、うん、オンオフどこイベントあれどこで設定してんの、イベントリストか、イベントリストのここでえい、あそれ勉強になるわ、あざまみろ、この反応すごくいいざまみろってざまみろってね、ないよね、それね、これ今買った人しか見れない状態になりましたと、見れません、音声はね、あの、うん、めいちゃんガンミチャンネルと両方同じ音声今言ってますけど、はい、で今5名の方がでこれユストラで見るとどうなるのかなっていうすごい気になるんだけど、ユストラさんで見てもでも見えないと思いますよ、でもほらお金払った人は見れるの、いや外部は確かね見れなかったと思う、じゃねえかな、ちょっと待ってユストラちょっと誰か試してみて、うん、ユーストラさん経由で、うん、さっきから普通だったらこういう時ってあのユーストラの URL 貼ってくれるけど誰も貼ってくれてないから、うんう
設定探しまくり、そうそう設定探しまくり。これで今ペーパービューのチャンネル、あれさ、これペーパービューになっても、うん、ペーパービューのチャンネルではコメント打てるんだ。打てるのかな。うんうん、打てるかな。ツイートはできます。見えれないけどツイートはできる。うん。ガンミチャンネルはこちら。うん、そう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 。うん、なるほどね。うん、そんな感じでございまして、うん、こんな感じにできるんだって。ペーパービュー終了ってやるとどうなるの、これで終わっ、これでもう決済は終わる感じってことかな。あ、5人買ってるかな。そう、今5人買ってます。これで終了しちゃうと、これで終了すると集客できない、もうお金集金できなくなっちゃうかな。集金もできなくな、きっとなるだろうし、配信は止まんねえのかな、うん、配信は出しっぱなしでいけるでしょ。配信は関係ないと思います、うん、止まんないよね、うん、じゃあもう終了してみます。これであとなんか、これ500円払った人大丈夫ですかね。まあ一回100円だし、うんうん、そのうち一人俺だからね。あ、皆さんご協力、4名の皆さんご協力ありがとうございます。本当にありがとうございます、はい、ということで、あ、そうだ、フリーコード入れてみた。あ、まだ入れてない。あ、ちょっと入れてみる。フリーコード入れたらどうなるか、ね、ちょっとフリーコードを実際に、うん、画面はお見せできませんが、うん、フリーコードを入れるとどうなるか、うん、あ、じゃあ藤さんネットさん見せてもらっていいですか。さっきの、あの写真撮ったやつ。あ、はい、うん、今日はユーストプレミアムメンバーに僕が入ったので、はいはい、ペイパービューの、うん、ペイパービューで遊んでおります。はい、ペイパービュー100円を払っていただいた方は、うんうん、なんとめいちゃんのワンショット映像を見ることができます。見たくねーっていや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 、終わっちゃうのだってこんな感じで、何マリの視聴者は一瞬下がったような気がするとか言って、みんな向こうに流れちゃった。みんな流れた。いや、なこうね、あ、今5名の方と買っていただきました、うん、ありがとうございました。ありがとうございます。なわけで、ペーパービュー、これね、ペーパービューイベントっていうのはどこから行くかっていうと、うん、番組設定のイベントリストのところに、うん、いつもだとほらユーストのイベントってこのイベント設定するじゃない、うん、チャンネル、うんうん、そこにその隣にペーパービューイベントっていう、こういう画面が出てきます。入らないじゃないか、これはどうなってるんだ今めいちゃんが一生懸命、無料のコードを発行できるので、うん、10件ぐらいあるんですけど、うん、そのコードを今一生懸命入れておりますが、でございますが、がしかし、あれ、ちょっと、あ、言っちゃったみんなのめいちゃんがガン見できる、めいちゃんガン見チャンネルは100円です、うん、ユーストラップで、あ、お、チケット使用しました、来た、あ、チケット使用しました、来た、あ、一応無料チケットも使える、あ、見えた見えた、うん、はい、なるほど、よかった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 、みんな見てる、1234567891010件だね、うん、10件のテストコードが発行される。はい、ワンショットキャップしてもいいですか。はい、どうぞ、うん、イエイじゃ あ, お金払った人、今めいちゃんのワンショット映像がキャプれます。はい、はいうん、ということで、終わっちゃうの、あ、なるほどなるほど、うん、あ、そうか、俺この画面にしちゃったね、ちょっと待って、ツイートサーチストリームをこれ別に、うん、よいしょ、あれですって、電動さんから、ちなみに iPhone では野田ちゃんは検索にかかりませんって。あ、検索にかかりません。うーん、なるほどなるほどね、うん、ちょっとこれこのぐらいにすればいいのかな、うん、今帰ってきました。こんばんは、うまきさん。あ、うまきさん、いつもありがとうございます。こんな感じで、チケットを購入していただいた方は、僕を入れて5名、うん、はい、でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、こんな感じで、うん、はい、このチケット販売のこのオンオフをできるこの、うん、ね、そのボタン、これはリアルに、うん、反映されると、うん、今チケットの販売は今停止にして、うん、これは、はい、開始にするとチケット販売が開始されると、うん、あとは無料プレイ、村幸さん、マルチ画面だと、うん、英語表記のペーパービュー、そうなんですよね、ユストラさんのやつって、うん、あれなんですよ、あの UI が英語の UI の方の UI なんです、そうだね、
うん、ということで、うん、ペーパービューをめんちゃんこれで人儲けだ、イエーイあ、PPV の実験っていう、あ、じゃあ今日は5件の売り上げということは500円で半分で250円が俺に入ってくると、はい、なるほど、じゃあごちそうさまです、めいちゃんに缶ジュースでもおごるわこんばんは、今来た PPV の実験っていう、あ、プラレールさんです、こんばんは、ね、こんにちは、こんばんはということで、よいしょ、うん、そんな感じですかね、うん、とりあえずもう7時54分、あとなんかやることあったっけ、いや今日はもう結構やっぱ1時間持ちましたね、うんうん、そう、なるほどね、こうそういう画面なのかって、あ、赤坂 TV さんどうもいらっしゃいませ、ありがとうございます、まあ、あのペーパービューイベントを設定すると、うん、ここのこの右上の、うん、右上にこのなんつうのこれ何マーク、うん、チケットっぽいこのマークがあるんですけど、うんうんうん、ここで無料の行動を10件表示することもう今見ちゃっていいんじゃないですか、もう見ちゃっていいかな、もうだって配信しないし、もう配信、うん、でしかこの画面だと見づらいし大丈夫ですよ、こんな感じで、うん、こんな感じで出てきます、こんな感じで出てきます、はい、こんな感じで、もういいかな、はい、もういい、はいはいはいということで、はい、で、あとはこのペーパービュー終了ボタンを押すと、はい、うん、思いっきり見えるね、うん、はい、でペーパービュー終了ボタンを押すと、はい、これで終わんのかな、ちょっと切ってみようか、はい、じゃあ最後に終了、見ながら、うん、ペーパービュー終了ボタンを、あ、めいちゃんはあれだもんね、もう入れちゃったもんね、あ、じゃあ、でもそう、あ、姉ちゃんさ、あのさ、そのユースターアカウントちょっとログアウトしてみて、了解で、そのチャンネルを見て、そうすると今は見れないよね、で、これ今見れない状態になってて、じゃあお金払ってない人もこれから今ペーパービュー終了しますので、あ、じゃあ待って、僕の画面を見せておきましょうか、あ、そうかそうか、うん、じゃあちょっと待ってくださいね、これではい、お願いします。やるとこれで、はい、僕が今、ペーパービューイベントのペーパービュー終了というボタンを押します、はい、ポチ、うん、見れる、あ、治った治った、ああ、でこれで解除される4名しか見てねえとかなってるけど、あ、でこれで、あ、視聴者数出た、うん、パッと出るんだね、あでも合計視聴数が4、うん、で今僕しか見てないみたいな感じで、これなんか1回切れ、あ、なんかカウントが切れるのかなって、見えてる、うん、人数は今、あ、うん、でも配信中、あ、配信中なしだ、うん、これもう一回リロードすると治んじゃね、あ、もう今僕が見れてますね、普通に、あの、うん、この人数がね、そう、人数がおかしい、はいはいはい、ああ増えてきた、うん、はい、あ、リロードすると、うん、治る、治るかな、いや、リロードしても合計視聴、だってさっきみんな割と開いてたはずなのに、まあ、20人ぐらい、まあ、ペーパービュー終わってそのまま配信するってことはあんまありえないからね、うん、そうか、あれだけど、じゃあもうこれで購入もできないし、うん、そうそう、もうこれでもう購入もできない、チケットも無効になったよってことですね、うん、そうそう、ただの野田ちゃんです、そうそう、普通に普通に戻りましたなるほどね、うん、新しい発見、ユーストラップでチケットを使うなどのボタンを押すと本件の野田ちゃんのページに行きます、だって、はあ、ということで、うん、今日は、はい、僕がユーストプレミアムメンバーに、入ったので、うん、そのうちの一つの機能ペーパービューの、設定を、うん、まあ、ちょっと実際にやってみましたが、うん、やっぱりゆるゆるな感じで、はい、広告出てない出てないそうか、じゃあこれ、でもそうするとみんな PPV にしちゃうとアドフリー買わなくなっちゃうね、うん、どうなんだろうね、これなんかどういうあれなのかよくわかんないけど、うん、でも確かに広告 AD ってちっこいの出てないもんね、あ、じゃあ俺が一回これ切ってもう一回再配信すると出るのかな、治るのかな、もしかすると治るかも、はい、野田ちゃん、うん、野田ちゃん広告出てたよ、 リロードすればあ、あ、リロードするとだ、うん、あ、リロードすると出てくるらしいです、ね、はあ、はい、はい、まあそんな感じで皆さんいかん、はい、あ、今度は iPhone の検索に出てきました、だって、おお、やっぱペーパービューに切り替えるとあれなんですね、あ、俺も今視聴者数、うん、視聴者数、10人出ましたね、うん、なるほどね、でも本当この PPV のシステムはよくできてますね、うん、すごい早いしレスポンスも、で、あまりの速さにこっちがびっくりしました、だから浜崎あゆみが最初の2国は無料っつうのは、あれさ、俺最初時間で設定するのかなと思ったわけ、うん、なんだけどそうじゃなくて、こうなんか自分のこのタイミングでポチってやると変えられる、うん、そうですね、いうことだね、うん、はい、なるほどね、なるほど、なるほどね、
U2 でしたっけ、あのなんか最初30分だったのが実際1時間半変わったとか。あ、何遅れたから。いや、やっぱファンの影響を考えてみたいな、やっぱそういうこうその場で設定変えられるんですね、あらかじめ設定してる、ね、変えられそうだね、そのタイミングとかね。なるほど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 。そう、41人も見てる、すごいな。じゃあ、野田ちゃん本当だ、もう来ていいのかな。あ、じゃあ普通の画面に戻して、そういえばあれですね、めいちゃんなんか告知あるとか言ってた。あ、そうそう、まあそんな感じで、はい、じゃあ一応締めましょうか。はい、俺のこのサブちゃんどうしようか。まあいいんじゃないですか、これほっとか、まあ、これこのちょっと、まあだって100円払った人いるから。あ、そうそう、100円払った人いるからね。そうそう、これで水切れがっぽりとか、わけわかんねえこと。ということで、今日はあのユーストプレミアムの機能であり、はい、あります、ペーパービューの設定を実際にやってみましたよ、はい、これでね、みんなも何人目とかでしょうね、まだね、 PPV やった人で。まあでも結構 PPV いいんじゃないかな、なんか2個、うん、ほら、個人的に多分こっそりやった人は多分いるとは思うけど。あ、実験で ね、 この集客っていうかちゃんと売り上げ出したの野田さん多分個人で初めてなんじゃないかぐらいじゃないですか、でもまあいいんじゃない、意外と、意外といるかもしれないけどね、まあでも PPV 過去にやったのは向井さん以外に誰かいた。あ、でも結構いるのか、 PPV でやったイベントとかって。うん、結構いたね、まあ、その有名人系は、ね、公式はあるけど個人でやった人っていいのかな、なんだろう多分プレミアムメンバーの機能としてやったのってまだそんなにいないんじゃないかな、ね、でなおかつこうやって5人買ってくれたなんていう、ね、そうそう、ちゃんと5人買っていただいてありがとうございました。はい、というわけでみんなも手軽にちょっと試してもらえれば、ね、はい、某エロチャンネルがやってて番だったなったの、へえ、まあいいや。本当赤坂TVさんこういう情報は本当にすごいですね、まあそんなわけでございまして、以上、はい、はい、PPV の実験でございました。はい、ありがとうございました。皆さん本当にありがとうございました。買ってくれた人本当にありがとうございました。本当にありがとうございます。4人の4名の方ありがとうございます。4名の方買っていただいてありがとうございました。さて、はい、じゃあなんかね、順次素敵なお知らせがありますので、はい、皆さんまだ帰ないでね。はい、まだ帰らないでね、めいちゃんのワンショットを見つつお聞きください。はい、じゃあめいちゃんの告知からどうぞ。めいちゃんの告知から。そうですね、じゃあ、はい、あのカメラ、あ、両方、うん、あの辺で。はい、じゃあまずはですね、ちょっとお知り合いの方が、来週月曜日に、ユーストリーム配信をします、で、私もちょっと遊びに行くので、もしよければ見ていただければと思います。はい、ですね、時間は？ください、ですね、時間は？来週月曜日22時10分から。微妙な時間ですね。なんと微妙な、この微妙な、ごめんなさいね、微妙なんですけど、はい、ユーストトゥデイを見ながら、ユーストラでね、ユーストラでね、見ていただければと思いますので、よろしくお願いします。ここでしか TV っていう、はい、ところですね。今回ライブということなので、音楽でですね、でなんか トークの方にで私もちょっともしかしたらっていうのもあるんですけど、めいちゃんも出るんだ、わかんないです、わかんないんですけど、もしよければ、はい、夜ユーストトゥデイと一緒にご覧いただければと思います、はい、はい、これが一つ目です。はい、で、その次ですね、はい、来週の、15日、はい、野田さんもいらっしゃいますけど、山口県でユーストリームサミットがあります。はい、あ、画面出したら僕、うん、これはぜひ画面も、あの野田さんも出るからね、末広さんと野田さんと、ユーストリームアジアの山本さんとかですね、そうそう、講演をされるということなんで、お近くの方はぜひご覧くださいと、はい、はい、もう来週だよ、俺もつぶやこう、ちょっと待ってね、ついに来週です、よいしょ、はい、ということで、山口県ユーストリームサミット2011、10月15日宇部市文化会館、はい、はい、です。すごいね、野田さん2回
2コーナー持ってる。そうそう2コーナー、うん、ねえすごい。ユーストリーの配信のシチュエーション別おすすめ構成と、うん、地域や企業のユーストリーム配信事例、うんうん、もう原稿できました。いややばいじゃない。来週の何話にまた作るんじゃないの。いやもう来週もう間に合わないじゃん。間に合わないじゃん。何割の日にやるからこれ。そっか、なるほど、はい、ということでございますので、はい、ゲストスピーカーパネリストは、うん、ユーストリームアジアの山本さん。はい、うん、山本さんと。山本さんってどんな人。どんな人。もともと前は私上司だったんですけど、うん、すごい面白い方で、うんうん、いい方で、うん、もともとディズニー出身の方なんですよね、うん、すごいこう考えとかも、うん、なんて言えばいいんですかね、うん、どういう仕事してるんですか、うん、今。あ、今は、そうですね、例えばなんて言えばいいのかな。ざっくりでいいよ、そんな別に細かい話じゃない。まあまあまあ、ざっくり言うと、もうサービスオペレーションっていう部が、うん、まあ、あるんですよね、うちの会社にですね、うん、でそちらの部長をされてるような。偉いらしい。お偉い人なります、うん、はい。で、その下はスイッチが。スイッチ、はい、スイッチさん、うん、来て、ね、はい、あと僕が喋ると、はい、ということで、ユースト配信が一応あるらしいので、はい、チャンネルはどこでやるのかちょっとごめんなさい、僕いまいちよくわかんないんだけど、うん、近いうちにお知らせします。あ、はい、そして続きがあるよね。はい、続きまして実はですね、その日と被るんですが、また被りです。もうなんか最近被りまくりです本当に、はい、はい。こちらはですね、福井からあるんですが、うん、これもイベントで、はい、地域発ライブ配信サミットっていうものがあります、うんうん、切れちゃうかな、大丈夫かな。同じ日ね。そうそう、うん、同じ日なんです。はで、こちらは、中川さんの講演があります。中川さん捉えちゃったんだよ、ね、あ、はい、そうだったんだ、うん、はいはい。で私のも、お供でついていこうかと思ってますんで。めいちゃん福井の方行くんじゃん。はい、そうなんです。なので、お近くの方ぜひ、はい、ご参加いただければと思います、はい、福井もね、山口もね、うん、はい、ちょっとユーストリーム配信の方はあるか私の方でわからないんですが、多分あるんじゃないかなっていう気がするんですが、うん、あ、そうか、地元の人任せな感じなんだ。そうですね、はい。なので、ぜひ、まあ、見ていただければと思います。石川に住んでる方いらっしゃ、うん、ね、行った方がいいんじゃないかな。石川と福井は結構遠いんじゃないか。でも、でも神奈川から行く思いすれば、でもあれで村井くん学生だからね。あー、そっか、ちょっと遠いかもね。はい、はい、なわけですよっていう感じです。あともう一件だけごめんなさい、うん、多いですけど、10月22、再来週ですね、青森 ITC クラウドフェスタっていうものがございます、うんうん。はい、めいちゃんつぶやいたら俺あれだ、ウェブページを出せ。うん、そうそう、またそれ僕見せますよ。で、これも中川さんが講演っていう形で、うん、はい、ございまして。すごいな、中川さん毎週飛び回ってんな、はい、そうなんですよね。これもぜひ皆さんご覧いただければ、これか、ご覧いただければというか、お近くの方はぜひご参加いただければと思います。青森はあれ飛行機で行くのかな。新幹線だったらはやぶさ朝、うん、一番の電車で乗れるような新しい緑の新幹線。うん、どうなんだろうな、飛行機っぽいな。ユーストリームの現状と戦略、ユーストリームの活用事例、大小さまざまなイベントがライブ配信され、注目を集めている。これユーストリームの現状と戦略を説明するのも、ユーストリームのマーケティング事例を紹介するんだって。これターゲットってどういう人たちが聞くの。これどういう系、これ ICT 絡みなんだよね、これね、うん、こんな結構レベル高いですね。青森 ICT グランドフェストなんだ、うん、うん、あ、学生とかがだったら通用しますね。ねー、うん、だそうですよ。なるほど、はい。なので皆さん、これもちょっとユースト配信わからないんですが、うん、お近くの方はぜひ。でもガクさん行くんでしょ。あ、そうだ、うん、ガクさんがいるから、そうだ、配信はするんだ、うん、多分配信するんじゃないかな。ただチャンネル URL がまだちょっとわからないので、ね、ごめんなさい、うん、はい、まあ、分かり次第またツイートとかしたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくどうぞ。じゃあ藤沢熱さんからの大切なお知らせを。あ、はい、ありがとうございます。藤沢熱さんのそのページどこにあるんだっけ。じゃあ livemedia.jp って入れてもらって、ライブメディア .jp、うん、
か。あ、そうそうそう。それでいいです。それで、その下あたりで。あ、そうそう、これです、はい。あそこクリックしてもらうと。はい。ここだね。はい、ありがとうございます。ウィーサーネットさんからの大切なお知らせです。はいはい、イェイ、はい、キャー、つなさんよ大丈夫ですか。はい。ありがとうございます。はい、10月30日の日曜日、あ、映ってる？あ、すいません。はい、まず2回あるんですけども、あの10時 と、1時からなん と、津田大輔さんの、講演会が、うん、神奈川県藤沢市で行われます。場所はですね、湘南読売新聞社、藤沢駅北口徒歩3分、うん、無印良品の並びにあります。そこに新しくできましたソーシャルコミュニティスペースソコスという場所でですね、うん、あの開催されます。で、あの津田さんの講演のテーマはですね、東日本大震災とソーシャルメディアといって、まあ、あの彼はソーシャル、あ、その東日本大震災の情報を、うん、まあ、ソーシャルメディアを通じて、まあ、いろいろこう情報発信されていたその、経験をですね、あの、まあ、藤沢市民とか湘南エリアの方々に、うん、まあ、お伝えしていただけたらいいなと、うん、まあ、それをもとに我々はどう今後の震災とかで生かしていければいいのかとか、うん、まあ、そういう、こう、まあ、シンポジウム的な、うん、あの会になればいいのかなと思っております、うん、はい、でこれは一応午後の部13時の会はユーストリーム配信もしようかなと思ってて、うん、まあ、そのお手伝いに、うん、なんと野田さんも来ていただけるということで、うん、手伝うよ、はい、あとめいちゃんにもぜひ、はい、まあ、午前でも午後でもいいので来ていただけたらありがたいなと、はい、あ、もうこのお手伝い、はい、あ、ありがとうございます、はい、まあ、あのめいちゃん津田ギャルとしても、まあ、有名ですから、はい、ぜひですね、あの来ていただけたらいいなと思ってます。はい、はい、すいません、ありがとうございます。イエーす、はい、あ、で、あのこのソーシャル、ですね、この詳細はこちらっていうところを押していただきますと、そうですね、ここからあの申し込みフォーム、お申し込みフォームじゃないか、メールか電話で予約ができるそうなので、うん、あのどちらかであのお申し込みをお願いいたします。ありがとうございました。 はい、じゃあ次に野田さんの告知をどうぞ。俺は、あ、藤沢の方はいけるかもだって。ありがとうございます、うん、ぜひぜひ、ね、ね、みんなと会えるよ、ここにいるメンバーみんなと会えるよ。藤沢さん、それつぶやいて、あ、わかりました、はい、つぶやきます。背景に流れる周期的な低音ノイズってなんだろう、なんだろう。あ、あれ、あ、今下で、お、実はね、有名なオッパーラっていうね、そうそう、結構クラブ、有名なクラブがあるんですけど、うん、今そろそろ始まっちゃってる感じの、ね、野田はとりあえず来週山口行くのでよろしくどうぞぐらいかな、うんうん、あ、じゃあ、あと2つ、どうぞどうぞ、はい、じゃあもう一回めいちゃんにお知らせ しまくり、はい、すいません、はい、ここぞとばかりにしまくってます、はい、ごめんなさい、はい、ですね、うん、ご存知の方もいらっしゃるかと思うんですが、実はユーストリームジャパンの方ですね、うん、ブログを始めました。マジで誰も知らないと思うよ、はい、それ あんまり告知されてないというか、まあ、あの公式ツイッターとか、うん、トップページから見れることがある、見れるんですけど、実は始めましたので、うん、よろしくお願いします、うん、ということとですね、あともう一つ、実はなんとこれも知られてないんですが、うん、ユーストリームの方で動画投稿コンテスト、あ、それは見た、見た、うん、はい、それを、今始めております、うん、なんとユーストリームプロデューサーストゥディオ、ストゥディオ、ストゥディオ、はい、あれいくらでしたっけ、ストゥディオ、ストゥディオ4万いくらぐらいしなかったっけ、もっとしたっけ、うん、いくらだったっけな、私も忘れてたんですけど、プロデューサープロの上位バージョンですね、さらに上ですよね、はい、クロマキーとかいろいろできたりするような、あのトライキャスターの埋め込み画面みたいなのができちゃうんですよね、はい、うん、私も最近ちょっと勉強中なんですけど、うん、それがプレゼントとしてあります。すごいな、はい、なのでぜひ、なんだ、応募していただければ、どっから行くの、思いますんで、ダウンロードページって、ユーストプロデューサー、下これ下だっけ、あ、一番下のプロダクトサービス、うん、はい、ね、今じゃあ野田さん画面にしよう、スチューディオは、うん、これどっから行くんだ、これかも、あ、やばい、私野田ちゃんの方でつぶやいちゃってたでもあれだよね、ハッシュタグ一緒だよね、まあ一応ソーシャルストリームに入る、うん、
はい、$549ドルだって。5万ぐらい、549、まあ5万、約5万円相当の 4万後半ぐらいの、ものが。これ何、何すりゃいいの、何すりゃいい、うん、その、うん、動画コンテスト、うん、動画コンテスト、うん、私も詳細そんなに知らないですなんかさ、助けようがないじゃん、いろいろ教えてくれれば僕らもいくらでもフォローするけどさ、なんか、ね、1秒以上でいいから1秒以上でいいからなんかさ、なんかいや1秒ってねえだろとか思いながら俺見てたんだけど、そうねえだろ。例えば猫の動画をずっとユースで配信して、うん、それをそのまま投稿しちゃえばいいわけ。今ちょっとやってみますね。これ Facebook からなんですね。なので Facebook アカウント持ってないとダメなんですけど、アプリ投稿コンテストっていうこうなんか アプリがあるっぽいんですよね、うんうん、それをポチッとしてもらってみたいな感じで、あ、なるほどね、Facebook の方に投稿してもらうような感じになってるっぽいです。はい、ストリームジャパン、これか、うん、どこに書いてあったっけ、上、あ、なるほど、ああそうそうそう、ここなんかユーストリームログが応募、あ、じゃあ今その画面見せます、うん、ちょっと若干重たいですね今日ね、うん、その画面が出たら、はい、出た、あ、今出てますユーストリームの録画を応募し、うん、難しいものなんだよ。まあまあ、ユーストリームで撮ってもらったアーカイブを多分ウォールに投げ込むような形になると思うんですよね。そのコンテストって投稿するっていう緑のボタンがあるんですけど、そちらの方から押して投稿するボタンちょっと押してもらってください。どういう画面なのか。そうするとアプリが出てくるので、の連携が出てくるんで、ああ、そこ、これあれか、うん、あ、まあ、あ、まあそのまま行っちゃってください。許可すればいい、うんうん、そうするとただウォールに出てくると思うんですよね。そのボタンが何の意味をするのかがちょっと私もわからないんですけど、Facebook の使用的な問題で私は知らずで、あ、これめいちゃんの企画じゃないの？なんか これめいちゃんの企画だと思ってた、ずっと。全然違う。あ、そうなんだ。なんか発想的にめいちゃんっぽいなと思ったんだけど。オッチーが一生懸命投稿してるけどね。あ、じゃあオッチー？うん。うん、あ、こういう感じなんだ。あ、うん、ね、あ、なるほどね。で、アーカイブの URL 入れるんだ。私も初めてで、あ、でこれに投稿するとその、うん、となあのこれの作品いいねっていうボタンみたいのが つく動画に変わるんだ、うんうん、でこの投稿っていうのも Facebook 内でしか投稿で、あ、投稿じゃないや、投票、うん、投票も Facebook でしかできない感じ、多分、うん、そんな感じ、そんな感じでしょうね、うん、なるほど、うん、じゃあネタ的には何がいいのかな。動物とテーマ決まってるでしょ、うん、ペットと秋っぽいのと、うん、あ、そうか、テーマ決まってんだ。そうそうそう、秋らしい、うん、秋を感じるもの、ペット、キッズ、うん、テーマは決まってる感じで、あ、これか、うん、秋を感じるものとペットとキッズ、うん、これみんなで作ってなんかやりたいですね。じゃああのさ、フィルサーネットさんさ、うん、あの月曜9時はユーストプレイをさ、うん、あれ投稿しといてよ。何ですかそれ。あのあーユーストプレイが1周年記念の、それね、多分僕取っちゃうよグランプリ、あれあれやっちゃうと、そうそうそう、あのあるんですよ、うん、ちょっと最強録画があるんですよ、なんと、で、あれをこうユーストで、うん、やりましょう、はい、まあ、あ、そっか、なんか YouTube とかでみんな、うん、でもあれ別にどこにもあの例えばなんていうの、そういうコンテストには出品してないから、多分投稿のものをやってくださいね、うん、一応言っとくけど、でもずるすぎるっすよ、だってユースト、あの冗談ですから、ね、あ、ですよね、うん、はい、まあそうなんで僕やそう、キッズとかね、ペットとかね、うん、秋を感じるものね、うんうん、これ何がいいのかな。でもやっぱりユーストの番組絡みが強くなるんじゃないですか、そうなると。え、だってこれ番組っぽいものを投稿されてもあれなんだ、ね、だからそれのスピン的な、うん、が多分勝っちゃうでしょ。結局まあ、いいねするのは一般の人なので、うん、中の人が決めるわけじゃないから、うん、そう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 、まあただユーストリームプロデューサーステューディオだからね、うん、なんか狙うか、
スタジオ面白いですよ。ちょっといじってるんですけど。本当に？うん、じゃあ俺もすげえすげえって言いながらちょっと最近いじってるこれ。これ何名の方？1名あグランプリのみみたいな感じなのかな。入賞者にプレゼントとか、ね、そこまで書いそう何人っていうのが書いてないように、うん、入賞者ってどういうあいろんな賞があるってことなのかな、なんかあんのかな、ベスト3、うん、ベスト3なのかな、なんか3位までしか表示されてないけど、うん、それは仕様的な問題でもなんか、ね、例えば中川車掌賞と か、うん、なんかそういうのつけてほしいですよね、めい、ね、ちゃん賞とか、ねねうん、プロの方も初めての方もお気軽にご参加投票してくださいだって、うん、なるほど、なのでぜひよろしくお願いします。じゃあ俺 iPhone4S 買ったら考えようかな、うんうん、あ綺麗だよね。ちなみにこのコンテスト自体今月の31日までなんで、うん、ね31日までですって、うん、まだ猶予ありますよ、うんうん、向こうの向こうのこのダイジェストとか、ね、うん、佐藤さんちとかね、そうそうそう、そうだよね、前の最強コンテンツだよね、うんうん、今入ってんのはこれね、あれ頭いいなと思ったのは審査員をそのユーザーに任せたところですよね。じゃないと作品全部見なきゃいけないじゃないですか。30分番組とか ね、うん、もし10本見なきゃいけないったらえらい時間かかりますから ね、なるほど、はい、これ録画時間の制限とかないんだ、ね、ないんだよ。え、じゃあこれいいのかね、制限つけた方がいいですよ。大体ね、うん、こういう系だと3分、こういう系って3分とか5分とか、うん、じゃないとね審査できないよ。審査できないですよね、せいぜい長くても5分だよね、うん、でも5分も相当かったるいっすよ、うん、でしかもユーストとかの場合は何も動かない5分間とかありえるから、うん、見終わった時のそのなんていうのかな、うん、もう残念感が大変なことになる、うん、オチがないよみたいな、うんうん、まあそんなわけでまあまあそんなわけで、はい、あの一応あるということで、うん、やってみるのがいいさ、うんはい、っていうそういうことちょっと宣伝しなきゃと思い宣伝させてもらいました。でもめいちゃん全然関与してないっていうのにちょっと驚きでしたけど、はい、私は全く関与しておりませんということで、はいはい、そんな感じですか。そうですね、うん、はいはい、はい、いやもう8時20分、あそうだもう、あ別にえ今日めいちゃんどっちで帰るの、うん、JR？JR、 あじゃあ俺も JR で帰るから大丈夫ですか、はい、はい、そんなわけで、やっと10回目になったなにまり、うん、おめでとうございます。おめでとうございます。あと2回だ、頑張ろう頑張ろう、で、あ、そうそう、大切なお知らせ、はい、来週休みです。はい、来週休みです。なぜなら僕が山口に出しまうの で、はい、来週は休みです。来週、はい、なにまにはやりますよ。はい、はい、あと何かあったっけ。うん、僕は大丈夫。あ、再来週大丈夫ですか、はい、お店は。再来週お店的に見てもらって。ということで、うん、今日は、あ、これ最後ね。うん、今日はユーストリームスタジオ湘南からお届けしましたよ。はい。はい、はい、なんかもう、めいちゃんも、はい、準レギュじゃないけど、2週に1回ぐらい、うん、2週に1回ぐらい来てもらう。10回のうち2回来ましたからね。もう5分、それ時点で5分の1ですから、ね、じゃあ準レギュラーにしてもらっていいですかね。準レギュで、準レギュでありがとうございます。今度僕らが言うなん、はい、あ、わかりました、ありがとうございます。で今度、まあ、一応予定は再来週ということで、ありがとうございます。で僕と野田さんが言うなまに出るっていうことで、あ、本当にユナは来てくれますか。ぜひ行っていいの、行っていいの、大丈夫だよ。来て来て、その時僕と野田さんユーストリーム、あ、ユーストトゥデイの T シャツ着ていきましょうね、お揃いで、うん、俺ユーストリーム T シャツ着てくる。あ、その時三上も呼んでもいいかもしれない。あ、じゃあ私ユーストトゥデイ T シャツ着るよ。あ、3人並んで3人でユーストトゥデイって、うん、番組が変わってしまう。番組がジャックされちゃうっていうね。そうそうそう、うん、ね、まあそんなわけでございまして、はい、30名ちょっとぐらいの皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。あと買ってくれた4名の皆さん、そうですね、本当にありがとうございます。ありがとうございます。じゃあそんなわけで、はい、じゃあ録画はここで終了です。はい、じゃあ皆さんさよなら。はい、レック切りまーす。